はいどうも、車カチュアワンソクチューブです。今回は私 CX60 買いましたけれども、まあ、新しくね、今回板橋本店さん、こちらでお世話になっておりますということでね、こちらブラック店舗なので、改めてですね、今まで気になっていたけど試乗できなかった車シリーズをちょっとお借りして試乗することにさせていただきました。今回まずお借りするのがですね、 CX30、こちらのクロス D のツーリングセレクションと。なんで CX30 を借りたかというとですね、いい車なのになぜかあんまり売れてないと、なんでなんだっていうところをちょっとね、改めて分析したいと思ってお借りしているという感じですね。では、CX30、ツーリングセレクションクロス D、エンジンかけてみましょう。ポチ。はい、 1.8 リッターの、ディーゼルエンジンが、始動しました。で、実は私、CX30 は以前ね、試乗インプレッションとか何度も出してるんですが、年次改良した後のモデルは今回乗るのが初めてなんですよね。ちょっと最近マツダ疎遠だったので、今回新しいお店板橋本店さんでお世話になるにあたってですね、ちょっとマツダ身をですね、増やしていきたいと思って今回お借りしたんですが、で、年次改良でどこが変わったかというと、ディーゼルの、味付けが変わったと。今まで確かに私も試乗して出足の発進加速ちょっともっさりしてるなって思ってたんですが、それが改善されてるらしいというところと、あとですね、一番大きい改善ポイントとしてはクルーズ&トラフィックサポートがついたというところが一番大きいと思いますので、まあ、いわゆる、60キロ未満でのクルーズコントロール中にレーンキープをしてくれる機能ですね、これが、追加になった。これ大きすぎる、追加ですので、まあ私もマツダ3乗っててなんでついてないんだよってすごい声を大にして言っていたらですね、マツダさんが神対応で、あの初期のオーナーさんにもソフトウェアアップデートを無償でやるという神対応をしたっていうのを以前動画でも出しましたが、それがもうアップデートされているのが今の CX30 売られているモデルですので、まあ大きな不満はもうなくなっている状態でも、なぜか販売はそこまで振るっていないのはなんでなんだっていうところのちょっと謎を探ってみたいと思いまして、改めていい車なんだけどなって思ってるんですけどね、ちょっと試乗に行ってみたいと思います。そうそう、このウインカーのね、この音がいいんですよね。これなんか上質な感じがするんですが、久しぶりに CX30 乗ったらですね、私もマツダ3乗ってたんで、もう手放してからかれこれ1年以上にはなるんで、久しぶりですね、このサイズのマツダの車乗るので、改めてもう乗った瞬間いいなと思ったのが、ドア閉めた音がいいっていうね、こういうところはすげえ気使って作られてるなと思うところ、あ、そしてアイドリングストップしました。で、オートブレーキホールドついていますので、オートホールドボタンを1回押しておけば止まった時にですね、ブレーキペダルから足を離しても、ブレーキ状態が保持されるというね、いわゆる私は電動パーキングブレーキとブレーキホールドがない車は買わない今日電波橋っていうのに入信していますが、それがついている車になります。ただですね、メモリー機能はないので、エンジン始動のたびに1回押す必要はあります。はい、そして、今信号で止まって、アイドリングストップしましたが、静かですね。はい、エンジン始動して、走り始めました。エンジン始動した時の音は、まあ、キャシャドゥルンという音はしますが、振動とかですね、ノイズは比較的静かに抑えられています。で、街中、今乗っている、まあ、結構ストップアンドゴーが多い、本当に30キロとかのね、道路を走ってますが、確かに以前の 1.8 リッターディーゼルで感じていた出足のもっさり感っていうのは抑えられている。なんかガソリンエンジンに乗っているかのような、エンジンの回転数の上がりと、トルク感っていう言い方もできるような気がする。だディーゼルっぽさが薄れて、でももっさり感も薄れたというような感じなので、まあNA のガソリンエンジン乗っているかのような
結構リニアな加速感になって、それでいてですね、一度車速に乗ってしまうと、1500回転ぐらいとかですね、今1500回転以下なんですが、まあ、ディーゼルらしい、トルクでですね、回転数を抑えても、車速を維持することができる。この辺は、まあ、ディーゼルの良さも残っていると。だから 1.8 リッター、本当初期モデルは、まあ、ちょっと出足がもっさりしているなと、なんか力強さ、ディーゼルらしさがあんまり感じないなというふうな印象があったんですが、今回は、なんだろう、エンジンの回転数がもしかしたら少し、上がるようなセッティングになってるのかちょっと分かんないんですけど、もっさり感はなくなった感じはしますね。ディーゼルなんですが、ナチュラルサウンドスムーザーとナチュラルな周波数コントロールみたいな、いろんな技術を使ってですね、ディーゼルの、いわゆるカラカラ音みたいなのを、打ち消すような努力をしてるんですが、確かにもう一回車速に乗ってしまうと全くディーゼルってわからないぐらい、それを感じられるのは低回転のトルクが豊かっていうことぐらいなんですが、発進の加速の時とかですね、アイドリングをしている時とかっていうのは全くディーゼルってわかんないほど静かっていうほどではなく、まあ、遠くの方から、カラカラカラという音は聞こえるので、あ、ディーゼルエンジンなんだなっていうのはわかるぐらいにはなっています。ただですね、このようにエンジンが止まってしまえばですね、全く静かなので、まあ、信号停止時などでもですね、アイドリングしていることはあまりないので、はい、こうやって加速をするときの一速での、2000回転までの上昇のときぐらいは、ギャラギャラギャラっていう音は聞こえますが、その後ですね、一度車速に乗ってしまえばですね、2000回転回すことほとんどなく、街中の走りはこと足りてしまうので、まあ静かと。で、本当に久しぶりに乗るんですが、ステアフィールはいいですね。かなりどっしりしてる。こんなどっしりしてたっけっていうぐらいかなりどっしりしてる。私が多めの味付けが好きなので、改めて、ステアのこのどっしり加減はいいなと思います。BM とかのそれにも近いような、かなりどっしりとした感じ。で、まあ今回乗ってるのは4駆。になるので、まあ、街中で走ってる時はほぼ FF で走っていて、前輪が滑るようなタイミングだとアシストが入るスタンバイ式だとは思いますが、まあ、四駆だからどっしりしてるってことは多分ないと思うんですが、普通にどの CX30 乗ってもステアはかなりどっしりしてる。だから女性が軽自動車なんかから乗り換えるともしかしたら重って思うかもしれないですけど、街中走る上でもですね、あんまり軽すぎると逆にギュッと握ってないと不安になるので、そういう面では個人的にはやっぱステアは重めの方が好きなので、このぐらいが好ましいと思いますね。で、今50キロ道路を50キロで走ってますが、エンジン回転数は1600回転ぐらいということで、めちゃくちゃトルクはある。だから今までの 1.8 リッターディーゼルの弱点だった、発進加速時のもっさり感っていうか、なんか前に進まないな感っていうのはかなり払拭されましたね。あと乗り心地に関しても改めて乗って、あ、このクラスでこんだけ乗り心地いいんだっていう、やっぱその印象の大きいところはステアフィールがどっしりしてるから、運転していて不安な要素がないから、より乗り心地がよく感じている部分っていうのもあるかもしれませんが、まあ、Cセグの車で、まあ、ここまでどっしりしていて、なんかワンクラス上の車乗ってるような安心感があるなと思いますね。で、必要な装備っていうのは、まあ、今回CTS クルーズ&トラフィックサポートもついて、運転支援安全装備で、トヨタでいうところの、インテリジェントクリアランスソナーのようなですね、静止物に対する、緊急ブレーキも実はマツダってついてたりとかするんですが、あまり声高に言わないんで、誰も知らないかもしれないんですけど、いつも私がやってる段ボールテストのようなものだと、ちゃんと反応してブレーキを踏んでくれるタイプの、クリアランスソナーついているはず。そういったところの安全性も実はあんまりマツダアピール下手なので言わないんですけど、ついてるんですよ。なんで CX60 が私納車されたら、またダンボールテスト、自分の車じゃないとね、さすがにやるのはまずいと思うんで、自分の車納車されたらダンボールテストやってみたいと思いますが、ついてるはずです。
なのでヘッドアップディスプレイもついてるし、まあメーターはですね、まあオーソドックスな三眼ですが、ツーリングセレクションっていうかマツダ3と CX30 は全部これフル液晶なんでしたっけ？全部のグレードでこれでしたっけ？そう、真ん中のところは全部液晶です、ね、ですよね、はい、だからグレード別とかではなく、CX30 とマツダ3においては7インチの、液晶メーターが中央に入っているタイプになるので、まあ、表示できる情報っていうのは地図とかは表示できないので最低限にはなってますけども、そういうところの液晶メーター採用しているところとか、あとまあマツコネの画面、これ 8.8 インチと少し小ぶりなものにはなっていますが、液晶も昔の、7インチとか8インチの頃に比べると横長のものも採用されているしということで、結構ね不満は少ない車になってるんで、本当ね改めて乗ってもよくできてるなという感じですね。ちょっと前が空いてるんで踏んでみましょう。ああ、キックダウンスイッチまで踏んだんですが、ちょっと私の踏み方が悪かったのか、高いギアを保ったまま加速しました。でもですね、ディーゼルなんでめちゃくちゃやっぱ低回転時のトルクがあるんで、それでもずいずい加速してきますね。それはいいなと思うとこですね。いやだからよくできてるんですよ本当に。あの特に年会後の CTS ついてるモデルはめちゃくちゃおすすめで、ヘッドアップもついてるし、こういうところも全部ソフトパッドになってるし、内装の質感もマツダ3譲りで、この辺とかも全部ソフトパッドで、ステアの、本革も高食感革で、あのすごい手触りのいい革使ってるとか、むちゃくちゃよくできてるんですが、販売が意外とやっぱりカローラクロスとかそういうのとかと比べるとちょっと弱いと。でなんでなんだろうって個人的にいろいろ考えるとですね、 CX-5 のコスパが良すぎる問題っていうのがありまして、30むちゃくちゃよくできてるんですけど、あのちょっと足すと CX-5 変えちゃうんですよ。やっぱそうなると車格感もあり、特に2021年年末12月のビッグマイナーチェンジを行った CX-5 はですね、商品力むちゃくちゃ上がってるし、見た目も超かっこよくなってるんで、特に個人的にはスポーツアピアランスとかめちゃくちゃかっこいいと思うんで、まあスポーツアピアランスまで行くと CX-30 とはちょっと価格差は出てくるんですが、そこまでいらないよと、 20S とか2リッターのガソリン NA とかでいいよっていう人は CX-5 の方が、あのやっぱ大は小を兼ねるでですね、まあ車格感も含めて、あだったらちょっと出して CX-5 買っちゃおうかなっていう人が多いんじゃないかなというふうに、予想されますが、どうなんですかね。その通りですね。やっぱ結構やっぱり CX-5 の方がグレードもかなり多数あって、まあ最近 CX-30 も増えたところではあるんですけど、選択肢の幅がありますので、そのお客様に合った車が見つけやすいところはもしかしたらあるかもしれないです。まあ同じディーゼル同士とかで比較すると 1.8 と 2.2 とかで、やっぱ CX-5 の方がだいぶ高くなっちゃうけど、同じ 20S 同士とかで比べると意外と価格が近かったりするということで、やっぱ CX-5 コスパ良すぎてみんなそっちを選んでしまうっていうところで、まあいわゆるカニバリみたいなのが起きてるんじゃないかなっていうのは、まあ個人的なあの予想ではあるんですけども、まあ、どうしても小さいコンパクトの方がいいよっていう方以外は、まあ確かに私も悩んだら高い方買っとけっていうあの心情がありますんで、そうなると CX-5 おすすめしたくなっちゃうかなっていうのは若干ありますね。じゃあ CX-30 がおすすめな人っていうのはどういう人かっていうと、やっぱり C セグメントで、一回りコンパクトになるので、コンパクトさっていうところを取るか、まあでもすごい変わるかっていうと実はそんなに大きく変わるほどでもないですかね。ただ全幅は意外と近くなってきている。これって 1.8 以下でしたっけ？ 1.8? そうですね、1795なので、じゃあ5センチぐらいは、はい、あのやっぱ30の方が狭いので、はい、まあそうなるとやっぱ 1.8 メーターの
マンションのパレットっていうのもあるんですよ。 1.85 っていうのもあるんですが、1.8 っていうパレットもあったりするんで、そういうところだとやっぱ30しか、入らないですし、まあ、全高も比較的抑えられているのでギリ入ると。これ結構でかいですね、はい、私も駐車場今めちゃくちゃいっぱい借りてるんですけど、その中にもやっぱマンションの立体駐車場の中段借りているので、全高が155までしか入らないんですが、CX30 だったらそこにも収まるということで、そういった制約のある都市部のマンションとかに暮らされてる方はやっぱり5はどうしてもパレットに入らないという方も多いので、そういう方はやっぱ CX30 おすすめになりますし、まあこういう選び方するのもあんまり本質ではないかもしれないんですが、まあ、私マツダ3を買ってた身としてはですね、マツダ3も応援したいんですが、やっぱりリセールっていうところを考えるとですね、SUV の方が昨今人気というところもあるので、マツダ3よりは CX30 の方がリセールはいいんじゃないかと。で、それでいてですね、マツダ3を SUV にしたようなちょっとシュッとしたエクステリア、これにやっぱ価値を感じる人っていうのは、まあ唯一無二の選択肢になるんじゃないかなと。やっぱ CX5 はまあかなりたくさんの方が乗られているっていうところで、被るであるとか、やっぱもうちょっとマッチョな感じになるので、シュッとした SUV がいいよっていう人にはやっぱ CX30 かなりおすすめにはなりますね。だこういったカテゴリーで言うと、まあ、レクサスの UX であるとか、それこそ、最近、欧州で発表された DS4 クロスバックであるとか、まあ、かなり限られてくる全高の低い SUV になりますので、そういうところに価値を感じる人、まあ、ちょっと他とは被らない方がいいよっていう人にはおすすめになりますし、まあ、最近本当に CTS ついた以降の CX30 本当おすすめですね。まあ、ただ5と比べてしまうと、後席の足元とかは、まあ、ちょっと比べるまでもなく5の方が断然広いというところもありますので、まあ、そこがね一番カニバリをしてしまってるっていうところが、アニジャが強すぎるというところが、CX30 がいい車にもかかわらず販売がそこまで振るってない理由なんじゃないかなと思うところですね。まあ、ただ欲を出していくと CX-5 もですね、あれをつけてこれをつけて、見た目も良くしてってなるとかなりの価格差にはなりますので、まあ、それだったら最初からある程度見た目も良くて、ツーリングセレクションでも結構装備内装、充実しているというコスパの良さっていうのを考えると、意外と CX-30 も、選択肢に上がってくるんじゃないかなと思います。今改めて CX-30 というのを、まあ、ちょっと今回分析してみたいなと思って、まあ、お借りしているという感じですね。で、あとですね、他のメーカーの SUV と迷ってるっていう方もいるとは思うんですが、まあ、マツダのいいところとしてはですね、やっぱドラポジが適切と。これは結構マツダ信者の方とかは結構声高に言われる方も多いんですが、まあ、確かにですね、ステアリングを中心に、体の軸と合っていてですね、FF なんですけども、フロントのノーズがマツダの車って大体長いです。それは何でかっていうと、ドラポジを適切に取るためにホイールハウスよりも逃がしたところに、まあ、アクセルペダルとかが来るようになっているので、よくスペース効率を良くした車っていうのはキャビンを前に前進させますんで、そうするとホイールハウスがですね、右足に干渉するところに来てしまうと。そうするとどうしても足がですね、こう中央寄りに、なって、まあ、体の軸とずれたところに足を配置しなければならないと。まあ、逆にですね、輸入車とかはトランスミッションの張り出しが大きくてですね、左足のスペースが圧迫されて、左足の方が中央に寄ったりとかする車もあるんですが、マツダの車は必ずドライバー中心になっているので、ステアリングの軸を中心に体の中心があって、で手はもちろんね、ステアリングの中央に来ますが、足も自然と伸ばした位置に、アクセルペダル、そしてフットレストがあるというレイアウトになっているので、まあ、疲れにくいっていうのはありますよね。腰もやられにくいというのは特徴となっています。これは
結構マツダだけを乗っているとですね、他の車に乗った時にうわ腰痛とかって思う理由としてはやっぱ体の軸がなんか ずれているというか足がやっぱどっちかに寄っちゃってるとかっていうので、まあ、無理な体勢を強いられていると、まあ、そうすると疲れやすくなったりする部分っていうのがあるんですが、マツダは、ドラポジが、適切なので、そういうところのね疲れにくさ、あと骨盤を立たせるとかっていうシートになっているっていう風な話ですが、まあ、そういうところもあってですね、腰痛持ちには非常にいい、車作りになっているというのが、まあ、ポイントでもありますね。まあ、あと細かいところではですね、こういうルームランプが豆球とかそういうケチ臭いことも なくですね、ここはちゃんと LED ですね、はい、ちょっと今全部開けないとつかないですけど、はい、LED になっているというそういうね灯火類はフル LED になっています。しかも、CX-30 はディミングターンシグナルというね LED なんですが、こうふーっと消える、これはすごく技術的に大変だったというふうに伺っていますが、ペッカンペッカンオンオフという、ウインカーの光り方ではなく、パッとついてふーっと消えるっていうような、ウインカーになっていると。これは、まあ、マツダの、CX-30 以降の、まあ、モデルについているという感じになっているので、確か CX-60 もディミングターンシグナルだったような気がしますね。マツダ3もそれになりました。あ、そうなんですね、はい、マツダ3も今のマツダ3はディミングターンシグナル採用ということで、微妙にやっぱアップデートしてってるみたいですね。マツダ商品改良毎年行っていつ買っていいんだ問題っていうのは若干あるんですけど、まあ、逆に言えばですね、いつ買っても新しいものがついているという感じになっているので、まあ、見た目がねそれほど変わってないので、前期型買われている方とかでもそんなに見劣りする部分っていうのはないのはいいポイントだと思います。特に CTS はソフトウェアアップデートでね初期型のオーナーにも対応してくれているという神対応もあったので、まあ本当に今の CX-30 ないし、まあ、マツダ3とかも買っても本当におすすめの車にはなってますね。改めて乗っても、うん、やっぱ手に馴染む感じ、やっぱ適度なサイズ感っていうのはありますね。まあ、最近私ちょっとでかい車乗りすぎてるからっていうのもありますが、このサイズの SUV は本当取り回しもいいし、まあ、特に CX-30 前高が低いんで SUV 乗ってる感覚はほぼないですね。だからそれでいて A ピラーとかの寝方はマツダ3よりも立ってると思うので、前方視界は若干ですけどもマツダ3よりはいい気がする。うん、なんでその辺の乗りやすさっていうのは意外とちょうどいいバランス取れてるかなと。で、個人的にはマツダ3めちゃくちゃデザイン好きで自分で買ったという経緯がありますが、まあいろいろなそのリセールとかですね、居住性とかそういうところを考えると CX-30 の方がおすすめにはなっちゃうかなと。やっぱマツダ3はデザインに惚れて買うっていうのがいいとは思うんですが、まあでもリセールも昔のマツダ地獄って言われていたのはもう昔の話になってですね、最近はリセールは全然悪くないです。私もマツダ3はカババで売りましたけども、地獄のようなリセールではなかったですし、最近は CX-5、8を中心にですね SUV 系のリセールもかなり良くなっているので、うまくそのブランドイメージを、脱却できたところじゃないかなと思います。まあ散々褒めてきたんですが、じゃあ弱点はないのかというところなんですが、弱点らしい弱点はそんなないんですよね。まあ強いて言うなら、まあマツダ3との対比にはなりますけども、後席ドアの内張りがまあハードプラになっていると。まあ前席はマツダ3も CX-30 もちゃんとソフトパッドになってるんですが、CX-30 はなぜか後席のこういうトリム上部のところだけ、カチカチになっていると。マツダ3はちゃんとソフトパッドになっているとか。そのぐらいですかね。逆に、センターコンソール後端のエアコン吹き出し口は、CX-30 にしかついてないんですよ。マツダ3は、ないんで、そういうところは CX-30 の方がいいというふうになっているので、あとネガティブポイントっていうと本当ないんですよね。だからなんで売れていないんだろうっていう、カローラクロスとかと、まあカテゴリーは C セグメントで同じ、サイズ感にはなってくると思うんで、本来的にはねもっと売れてもいいと思うんですが、今だから改めてねちょっと
フィーチャーしてみたという感じですね。言うたらベゼルとかよりも運転支援は進んでるんですよ。ベゼルは65キロ未満だとやっぱレーンキープが作動しないと、要はクルーズ&トラフィックサポートがついてないマツダ3とか CX30 と同じレベルだったので、 CTS はグレード別だったりオプションだったりはしますが、まあ、選べるというところが、まあ、一番マツダ3とか、CX30 のメリットにはなりますので、ベゼルではオプションでも、グレードでも用意されてないと、そこがね、ベゼルの泣きどころにはなってますんで、まあおそらくマイチェンとかでアップデートしてくるとは思うんですが、まあそこと比べてもやっぱ CX30 の方が優れてる部分っていうのもありますし、見栄えもいいですからね、もっと売れてもいいはず CX30 ということで、フィーチャーさせていただきました。で、試乗も終了ですね。ありがとうございました。気になっている方はね、お近くのマツダのお店足を運んで試乗見積もりされてみてはいかがでしょうか。その時、欲を出して CX5 の見積もりをしてしまうとそっちに流れてしまうかもしれないので、でも見比べてね、まあ、いい方を買うといいんじゃないかと思いますが、改めて CX30 の良さもフィーチャーしてみました。車でも何でもね、欲しいと思った時が買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバー、安息チューブ、次回もお楽しみに。